ちは。こんにちは。こんにちは。掛川城のすぐそば、中心市街地に先月から3人の大学院生が住んでいます。古くなり空いていた建物を NPO 法人が借り上げてリノベーションしました。住みながら自らの手で内装に手を加える取り組みとして建築学を学ぶ学生が入居しました。壁に色を塗ったりだとか、あとは棚をつけたり、そういうことが自由にできるということで、学生の中で話し合いながらこの空間を作っていきたいなというふうに思ってます。机と椅子もない状態で、机と椅子をまず作りたいなって。キッチンのある共有スペースのほか、個室も備えられています。この部屋で生活というよりも、やはり街に出たり共有部分へ出て生活することがメインになってくるので、不便点も特に感じております。3人が学ぶ研究室では街づくりにも取り組んでいて、市内の広場にユニークなデザインのベンチを設置したこともあります。住みながら街を作れる拠点が欲しいっていうことで、偶然そのこういう場所を作りたいっていう話が話題に上がったので、これはチャンスだと思ってすぐ決めました。この建物の売りは、屋上から掛川城の天守閣が見える立地の良さです。そこで3階部分は宿泊施設にリノベーションをしました。このフロアはですね、簡易宿所ですね。はい、もう元々は本当にもう古くなってボロボロのとこだったんですけど、全部新しくリノベーションして、最大7人が泊まれる簡易宿所はオープンに向けて動いています。運営する NPO 法人は建物を安く借り上げる代わりにリノベーション費用を負担しています。これによって所有者は大きなリスクを背負うことなく空き家再生を依頼できるという仕組みです。リフォーム等に お金を出すことが難しい場合のことが多いので、町の空き店舗空き家も埋まっていって、シャッター街も改善することにつながっていくんじゃないかなと思ってます。一方、こちらは空き店舗の活用です。市が借り上げて改修した商店街の空き店舗を月におよそ1万円という安さで貸し出しています。第一期として年末まで出店することになったのはカレーとコーヒーの店やアロマ店など3店舗です。アロマ店はこれまでオンラインのみでの販売でしたが、今回初めて実店舗をオープンしました。家賃などを払って実店舗を運営するリスクが市の負担によって減ったため、思い切って出店できたそうです。やっぱり香りのものなので、実際に手にしていただいて香ってもらわないとちょっとわからないところも多くて、チャレンジするにはいい場だとは思います。多くの地方と同じように掛川の商店街は少し元気もありません。空き店舗の増加にも悩まされています。とにかく人が来ない、もう街に来ないもんだから、市は危険な空き家や空き店舗の撤去を進めた上で、まだまだ利用できる場所の活用に力を入れています。人が中心市街地に集まってくる、そのきっかけ作りというのと、それと、空き店舗が目立ってきておるということもありまして、空き店舗の解消、その2つをということで、取り組んでおります。ここで経験を、積んでいただいて、新たに実店舗で、活躍していただけるように、願っております。人を呼び込み、来た人を楽しませるという持続可能な街づくりのサイクルが、今ある場所や魅力の有効活用で生まれようとしています。